あのね、昨日テレビを見たんだ。テレビ？そう、宇宙を題材にしたサイエンス番組。父さんも宇宙に興味があるの？いやー、それが実はさ、最初は間違って見てたんだよね。間違い？そう、さきちゃんマリンスノーって知ってる？知らない。プランクトンって最後は深海に降り積もっていくんだけど、深海を探査する潜水艇が明かりをつけると、そのライトで照らし出されてさ、まるで深海で雪が降ってるみたいに見えるんだよ。そこからマリンスノーって言われててね。で、昨日のテレビで星空が映っててさ、私最初はマリンスノーかなって思ってしばらく見てたんだ。似てるの？そうだね。すぐ違うって分かったけど、なんか興味が湧いちゃって、そのまま最後まで見ちゃったんだよ。でも全く見間違いってわけでもなくて、こう、宇宙の神秘って深海の神秘に似てる気がしない？そう？どっちも人類未踏の地、そこに残されたたくさんの謎を追い求めるロマン。 IIS だっけ？そこから撮影した映像も綺麗だったな。 ISS のこと？インターナショナルスペースステーションで、国際宇宙ステーションのことかな。そう、それ。宇宙の写真なら、ハッブル宇宙望遠鏡のものが有名。ハッブル？周回軌道に打ち上げられた大きな望遠鏡のこと。ああ、テレビでもやってた。宇宙に打ち上げたでっかい望遠鏡だよね。でも、さすがさきちゃん、詳しいよね。まるで昨日のテレビを見てたみたい。多分見てた。それ、昨日お父さんが出てた番組だと思う。さきちゃんのお父さんが出てたの？いつもさきちゃんでしょ？いつもあ、いた！物理学の人！すっごい話が分かりやすかったんだよ。そう？よかった。お父さん、子供の頃の私にもいっぱいお話ししてくれて。宇宙の方？そう、今見えている星々の光は何百万年も前のものなんだよ、とか。何百万年？星が進む速さでも何百万年もかかる距離にあるから、光が届くのも何百万年後。すごい、不思議。私もそう思った。さきちゃんが宇宙のことを好きになったきっかけも、お父さんからいろいろ聞いたからなんだね。そうかな。お父さん、普段はいつも忙しそうにしていて、お休みの日も難しい顔をしながら書斎にこもって仕事してたけど、私が宇宙のことを聞きに行くと、いつも手を止めて相手をしてくれたの。私に宇宙の話をしてくれるお父さんはとても楽しそうで、私もとっても楽しくなったからかな。えへへへ。ん？どうかした？いやー、なんかいいなって思って。何か？さきちゃんの話からお父さん大好きって気持ちがすんごく伝わってきて、こっちまで温かい気持ちになってくるなって。そうかな。さきちゃんの家族の話をこんなに詳しく聞いたのは初めてだったし、なんか嬉しいかも。私もこんなにお話ししたの初めてだ。